人吉市の本願寺別院で寺をより身近に感じてもらおうと境内を開放してハピシャカ花祭りが開かれました。ハピシャカとはハッピーバースデーお釈迦様を略したもので、境内の花見堂では訪れた人が釈迦像に甘茶をかけながらお釈迦様の生誕を祝い手を合わせていました。また本堂では和太鼓の演奏や書のパフォーマンスなどもあり、花祭りの一日を楽しんでいました。